かすげえ怖い警告は。これ日本で発売するって言って発売してくんないんやっけ。海外で整理してたわ。The first bombs fell in the summer of 1988. It was a baptism by nuclear fire. オープニングかっこいい。By December, they had blacked out the sun with endless rain. We decided to stop keeping time, and it's been 1988 ever since. We're not sad. We had it coming.これさ、東京ゲームショーで見た。These are the times after. There are no more months or even weeks. Everything, everything is measured in minutes left to live. どうしてロカボナッツチョコ食べちゃったの？あゆみが寝てる時に起きて食べていいっつって、うーんって言ってた。絶対言ってないでしょ。あ、イカの味するやつ美味しい。サバイバーピストル。いろんなジャンプ。あ、これイカか。ジャンプすごっ。ダボーじゃん。呪いありってなんだろう。あ、これコデックス。ダッシュ、ああ。ダッシュ。死んだふりしてんでしょ。なにそれ。プレイヤーの心臓は18分後に爆発する。あれだな。幼児健康ここに来る。あ、絶対こっちじゃ飛ぼい。なんか化けてる。本当だ。まあ海外版だからかな。危ない。ブラッドパック。なんだあれ。ファイル。ああ。ヒットポイント当たるが最大ヒットポイントマイナス2。
なるほどな。こういうちょっとローグライク的なところがある。かっこいい。ちょ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 。何かと思ったら砲台か。濃い演出。あのクレープマップ開く。クロケットファイル、なんか名前かっこいい。ショットガンか、これ。こっ、あっ、危ねえ。よしよしよし。あー、二段ジャンプ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。ちょ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 こういうタイトル。かっこいいレディチャレンジ。レディチャレンジやっちゃったよ。そして出発しちゃった。ここは何の意味なの？ここは？ごめん。
まだあんじゃん。なんかこぼろぼろ出てきた。ほら。ちょっと見て。髪乾かしていい？いいよ。小さい。あ、やべえやつだよ。あ、もうないのか。え？ちょっと待って、硬くね？赤いからか。あー、ごめんなさい。そんな気分じゃないって、お前気分じゃないとき全然ダメだもんな。マジで俺結構あるよ、お前俺気分じゃないのに、アミが言うならっつって。おお、すげえとこに出る。めちゃくちゃ揺れるな、このゲーム。
キラーだな。あれか、新しい武器。あっか。何食べる？はい、よくって。ライブワイヤー、死にたくなければ歩き回るの？なんだ？何？あ、出てきた。撃たれてる。こんなすぐ出てんの？なんか始まる前から撃ってるじゃないか。ちょ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 、なんか見づらいね。またライブワイヤーです。まあどっかとどっかでエンカウントするのか、あの狭いところでエンカウントするんだよ。たまたま出たのか。ここ邪魔なの。いねえけど、あの毒のマークがいる先にいるとかじゃん。それはボス。あ、それはボスなのか。いたいた。うわ、ちょ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 、待て、見えなくね。どこにいんだよ。ちょっとちょっと、どういうこと。運動の意味が全然わからん。あ、ついに開いた。くにゃぐにゃじゃないか。わざとなのかな。匂いがすごすぎてちょっと見づらいけど。あ、ステーションって、あ、もうあれでいいのか。あ、じゃあこのライフで行くしかない。このスパイバー、スパイダーマンみたいなやつ。こんなの。いった。早っ。あぶね。なんだこれ。いまいちまだ分かってないけど。地面のボスが倒したい。てかなんか操作がガクつくんだけど、なんだこれ。処理落ち？スペクタロス。二画目だ。おお、一緒。処理落ちなんか何なのかわかんないけど。パクつくな。確かにスイッチは辛そうなゲームではある。
何？俺何食らった？ああいいんじゃん、後ろに。いつの間に来たんだろう。音が弱え。あー、た時間が60秒削られた。呪い。モルグ山崎すげえ。すごっ。踏む時間が減っちゃった。俺の寿命は減った。フラッパってない。チこのゲームもライフがそんなに手に入るゲームがあるよって。大事にしましょう。無限かこれ。すげえ、俺のさっき置いた銃が。え、これ行く必要なくねしたい。ないんじゃねえんじゃん。行き止まりみたいだし。これ自動生成のこのゲームって。まああれだ、エンターズマンジョンみたいな。じゃあ自動生成しよう。相手は壁貫通しないのに、こっちは貫通するのか。かっけえな。
揺れすぎじゃない？カメラパンチなし。すげえ。お前振るってそうなっちゃうの？あーそうなんか。そしてやっと分かったわ。これ早くボスにたどり着かないとボスどんどん強くなってくる。あ、そうなんだ。なんかバフがついてってんの今。で、敵どこ？あ、あれか。で、このゲームリズムゲームみたいにこうちょっとノリノリな。あ、これないかい。ソードオフはショットガン。さっきの人と違うじゃん。超さすがにボス戦はソードで行くわけにいかない。強っ、ショットガン超。あれか本体。あ、結構かできんじゃんこれ。スマブラ見てる。ふざけんな。呪いがあると多分あの強化的で出てくれる。赤いやつね、多分強化。ダメ、それエンダーザガンジョだ。完全な。は？何あいつ？おお。ほら、なんか溜まってってるだろ。なんか溜まった。回復しろよと思う。逆に敵と戦わなかったら効果はされないじゃん。いけ。エレクトロンピストル。あ、強化できちゃう。いけ。ちょうどなんかパフついたぞ。見てもわかんねえ。パメートじゃない。スカイメートのバフが攻勢間にもどんどん上がってる。そこ取れないんかい。めちゃめちゃ大丈
なんか爆発した。ほんであれば射精爆発するみたいなこと書いてあったけど、高温っていうのがなんかあるのか、意外と俺の時間短いじゃん。あと7分だけど。あーなんだお前は。なんか強いやつ、強そうなやつがいるんだよ。またオーバーキルってやつに狙われてんだけど。ああ、ちょ、あれ、死んでない？違うの？何あの足。どうやればいいの？は？は？なんかワープしてんだけど、こいつ何この敵、なんか増えてんだけど。ああ、もうなんだよあの敵は。ああなるほど、RPG、 こういうゲームなのか。バウンサー、なるほど。とりあえずどういうゲームか分かった。うわー、ご飯食いっか、寝ちゃうから。もう食いくね、まだ4時だよ。5時か。